木村伊兵衛は20世紀に活動した日本の写真家。戦前、戦後を通じて活動した日本を代表する著名な写真家の一人。報道、宣伝写真やストリートスナップ、ポートレート、舞台写真など様々なジャンルにおいて数多くの傑作を残している。特に同時代を生きた写真家、ドモン・ケントはリアリズム写真において双壁をなす。 ことさらにテーマを強調するのではない、演出のない自然な写真を撮ることで知られ、こよなく愛したライカを使ったスナップショットにおいては、生まれ育った東京の下町や銀座周辺とそこに生きる人々の日常を自然な形で切り取っている。こうした作風により、木村はフランスの世界的なスナップ写真の名手、アンリカルティ・エブレッソンになぞらえられ、和製、ブレッソンと言われた。 木村は1950年代にパリ市内やメニルモンタン界隈を撮るために渡航し、その際、ブレッソンからロベール・ドアノを案内人として紹介された。当のブレッソン自身は写真に撮られることを極端に嫌ったが、そのブレッソンを親い抜きのように一瞬の下に撮ってしまった。ポートレートにおいても人物そのものを映し出し、自然な仕草をも的確に撮っている。 首相在任当時の池田隼人を取る際、弟子に取らせて自分がなかなか取らず、池田夫人が池田の絵紋を直そうとした瞬間にさっと手持ちの内科で取ったという逸話が残っている。女優の高峰秀子は、著書にて、いつも洒れていて、お茶を飲み話しながらいつの間にか取り終えている木村伊兵と人を被写体としてしか扱わず、ある撮影の時に、 京橋から新橋まで三往復もさせ、とことん突き詰めて撮るのだが、それでも、なぜか憎めない、土門剣と評している。土門剣が深い被写界深度で女性のシワやシミなども、はっきりと映し出すため嫌われることが多かったのに対し、木村は、浅い被写界深度でソフトに撮り、女性ポートレートの名手と歌われた。カメラにも精通しており、写真雑誌の対談にて、江戸っ子らしく、 ベランメイク調でカメラや写真を語り、レンズに関しては、あらゆるレンズには必ず出っ張っているところと引っ込んでいるところがあり、平坦性が悪くピント位置が定まらない。ピント位置が少しでも移動すると中心が良くなったり、外側が良くなったりする。レンズは立体物を取るのだから平面チャートで数値を問うだけでは分かり得るものではないという、でっこま引っ込ま論を解いたことでも知られる。 晩年は、朝日カメラ氏のニューフェイス診断室の実写担当ドクターも務めた。いろいろなカメラを使ったが一番愛用したのは、ライカであり、ライカを愛用した写真家として筆頭に挙げられることが多い。ライカの神様と呼ばれることもあった。ニコン F の発表会に招かれての挨拶でも、私はライカがあれば、それで十分ですと言って笑ったという。 プロからアマチュアに至るまで多くの数形を集める、このスナップの達人中の達人に、どうしたらうまく写真が撮れるのか聞いたところ、いつでもカメラを手から離さずにいることが大事だと、答えたとされる。検索エンジンのヒット数では、木村伊兵よりも、木村伊兵の方が、圧倒的に多く、マイクロソフトの MSIME でも、木村伊兵でないとかな感じ変換できない。 しかし各地で実施されている木村伊兵写真展で確認可能なオリジナルプリントに伊兵 K の署名があることからも木村伊兵が正しいことは明らかである。ありがとうございます。